フロムファイブは、かつて存在した、日本の政党。政党名は、5人でメッセージを発信していくを意味する。1990年代の政党の、理合集参新新党分党以前の1997年6月に、新新党を離党していた、旧日本新党の細川森弘を代表として、細川と同じく新新党を離党していた、タルトコ次、上田誠治。 マドカよりこと自由連合が透明変更した自由の会唯一の国会議員だった江本武則の5名によって12月26日に結成された。法律上は自由の会の名称変更という形を取った。年明けの1998年1月には新進党分党を受け参議院議員の寺沢義雄が入党した。1月8日には、From、5 太陽党、旧民主党、新党友愛、国民の声、民主改革連合が、院内会派、民主友愛太陽国民連合を結成した。1月23日には、太陽党、国民の声、フロムファイブが合流し、民政党を結成したことにより、フロムファイブは、決闘より1ヶ月も経たずに解散した。4月27日には、民主党、民政党、 新党友愛、民主改革連合が合流し、新、民主党を結成した。正解ビッグバンただいま進行中リンゴ周議員の同行。1998p13。ありがとうございます。